まっすぐ来ると右と左に分かれていてですね、さっきからね、まあ、人の後ろ追っていけばいいやと思ってたんですけど、やばい、誰もいないと思ったら、ちょうどまだ一人いたんでギリギリ、まあ、一応地図も今確認しましたが、右が信濃郭でして、左が本丸中野丸でございます。次はですね、左の方に行きます。まあ、右もね、まあ、間違ってはないんですけど、まあ、多分行ったらもう一回戻ってくるか、もうちょっとややこしい道になるかなと思います。ね、またここに説明があります。こちらが、あ、こう雲の砂、中野丸南側の防御、矢倉門の推定、こんな感じ、こんな感じ。はい、解説ですね。中野丸の南側、二方向から攻め寄せられて敵や合流できる場所だった。この場所から、あ、場所には土橋の、あ、木橋の前面を守る防御設備が必要である。土塁の残り方から考えて、何ですか、門があったのではないかと推定される。くそー、ちょっと言葉悪いか、あの、全部読めるかなと思ってチャレンジしたら何箇所か読めなかった。すっごい絡んでおりますね。まあ、仲いいのかな。ではこっち行くぞ。一つのマップの方をね、確認したんですけど、やっぱり一応手洗いが一箇所しかないですね。中野丸のところにありますので、それまでトイレなんで、まあコンビニで済ます。いや、ここ行っちゃうとまあもうないから、もう一回戻ったりとか、最後の最後まで我慢することになりますので、お気をつけください。まっすぐ行くと本丸、右行くと中野丸。おーいー、ちょっと一回地図を見たいと思います。多分こっちでいいんだろうと思うんですけど、いやー、でもまあ一応どっちもどうにか繋がってんのかな。そう思うと本丸行っといた方がいいですよね。ねえ、まあ先、今は何にも残ってないにしてもさ、どうなんですか、私の前歩いた人どこ行っちゃったの。ちょっと、あ、上に橋があります。あれがさっきの木場。うわ、びっくりした、なんだ今の、帰る、あの、あれ、あ、カエルじゃ、あ、なんだなんだなんだ、音やめて。あの、イモリじゃなくて、トカゲかな、なんか足が普通にあった気がするんだよな、足が。どの動物も大体足あるんですけど、ね、虫も。はい。あ、またあれだ、多分スタンプかな。これかな、ほら、橋がありまーす。聞いてください。木橋で合ってるんですね、読み方。嬉しい。本丸への木橋。当時の木橋はもう少し下にかけられていた。なんで、まあ、あれは、あとかね、最近の方やったら、まあ、そこら辺かな、じゃあ。上に足を当たってる方がいるから、ちょっと恥ずかしくなった。おそらく中野丸に敵が押し寄せてきたら、本丸半分程度引き込むことができたと思われる。人工的に掘られた大掘り切りの上にかけられており、本丸が最終的な取り出となっていた様子がわかる。大掘り切り。本当にいいの。は、もっと深かったことが、絞りによって確認されている。また、ちょっと二段目行きまーす。はい、スタンプあります。さっきと同じデザインだと思うんですけど。一個しかない、一回種類。おっと、下に下がっていくぞ。ちょっと今木を踏んで、いい音鳴りました。はい、こちらですね。まあ、一応石畳なのかな。見えますかね。石です。結構苔もあったりするし、7月だとね、雨、前日に降ったとかもあったりするから、やっぱこういう靴、まあ、うわわわわわ、それでも滑っていそうになったぞ。集中。まあ、今は全然ビデオは左手に持ってるだけ集中はすごいしてるんですけど、あ、すっごい滑る。気をつけてください。あぶなぶなぶな。はい。スケーターかと思っちゃう、私。スケーター？スケートする人をスケーターっていう？いや、それキックボードがスケーター？はい。なんでもいいや。ちょっとわざわざ歩きたくないんで言ってもいいですか。こっちまで来た結果、通行禁止の、わかりますかね、ここにコーンがある、通行禁止。何？あれ、さっきのなんか、鼻のやつが、のところでなんか禁止にしてます、うちの一つ。全然見てないよな。ということで、戻って、中丸？あれ？中野丸？あれ？二の丸？中野丸でしたっけ？の方に戻ります。まあ、さっきの説明が読めたのと、木橋を、下から見られてよかったなと、この石が滑るということを伝えられてよかったですね。よいしょ、気をつけてください、マジで。まあ、ここ以外にもね、こういう道があるかわかんないですけど。
聞いてくださーい。さっきこっち行ったんですよ。こういうのにもっと注目しましょうよ。あれ滝山城跡はもっとあっち。あれで、これが橋の名前かな。東秋川橋。はい。で、こっちが本丸跡。こっちかい。そういうことです。そういうとこ。こっち階段で下も行ける。そういうとこ。わざわざ通行禁止、あの危ない道を通らなくても済んでました、実際なら。さあ、またここに一つ説明が。本丸南側増形小口、たくさんちっちゃなアリが歩いております。はい、本丸の草屋出入り口に2カ所ある。入り口は1カ所は中野丸から引き橋を渒って入る小口、もう一箇所は南側に設けられている、マス型は敵の直進を防ぐための工夫である。もし敵がこの小口に侵入すると、体の左側に女兵のあるの攻撃を受けることになる。現在でマス型が大変よく残っている。また出てきた、なんかね、情読めそうなんですよね。なんか覚えてるんだけど覚えてないっていう感じです。あそこの看板にもですね、雨の日とか遊ぶのに注意って書いてありました。はい、本当に注意。これは引っ掛けベンチです。一つ中なら誰も引っ掛からないでしょう。私のせいでですね、多分、急かされてしまっている方が、私の前を歩いている方が、すいませんね。別に超止まったのは、私はお茶を飲みたかっただけであって、別に、はい、小声になるだけで別に気にせず取るのでね、皆さん、はい、気にせず歩いてください。そしてアンチーズ的にはね、こっちじゃないと思ったんですけど、ただーん、たたたたーん。あっちに人がいた。失礼。あ、GoPro の上にですね、蚊が乗りがち。黒だから。そう、黒が好きなのは蜂じゃなかったっけ。あ、でも一応塗ったスプレー効果あんのが、ね、今んとこ一匹ぐらいにしか刺されてない。その一匹がすごいな。ね、別にスプレー負けない。まあ結構スプレーはたくさん、スプレーとかなんか蚊よけは強めに。あ、ということですね。メインこちらでございます。はい。ここら辺にあったってこと？わー、蚊がね、耳のそばで歌ってるんだよ。あ、滝山は漢字違ったんだ。あ、もう、かゆい。集中できないよ。集中してんのか、私。という感じで、こんな感じで。でも、やだ、さあね、潰して、自分の手がなんか血だらけになるのやだか、自分の血なのか、人の血かもわかんない。蚊からの体の血。こちらにですね、本丸の説明があったので、写真貼っておきます。いや、もうですね、写真撮る撮らない考えがもう1秒でもね、立ち止まると、まあ、立ち止まってないときも狙われてるんでしょうけど、蚊がすごい。止まるとやっぱ耳もね、しっかりと聞こえるじゃないですか。こういう時はですね、危ないな、こっち悪くで、なんだっけ、そう、蚊にすっごい狙われるから、もうかゆいかゆい、仕方ない。鳥の糞まである。これちょっと光りすぎて、あんまり面倒わかんないです。私の影が多分わかんのか？あ、真っ暗や。まあ、いろんな白谷があるっていうね。写真、あ、違うか。こういう、まあ、石が。ちょっと写真でもわかりにくそうなので、ね、ちょっとぜひ、直接見に来てください。こうやって引き橋、漢字で書いてあって、ひらがな書いてあります。どっち？ひらがなの方が入り口とか、帰りがね、入り口とか。だから、まあ、もしもひらがなが入り口側なら、右側を歩く。漢字は、ね、入り口だったら、どっちがどっちか忘れましたけど、だったら左側歩くっていうのが正解ですね。千と千尋だとここで息を止めます。ちょっと長いの、この足。あ、そこはもっと長いのかな。どのぐらいなんだろう。どこでですね、スタート地点でお願いできるのかわからないんですけど、確かガイドがですね、4時ぐらい前だと、何時からだっけ、頼めるみたい、ついてきてくれるみたいなんですけど、今ね、さっき言ったおじいちゃん、おばあちゃん、多分夫婦でした。は、頼んでたのか。ここで頼めるのかな、受付。多い感じ。で、今一緒に回ってたんですけどね。多分、ほんと好きな方は、そういう方と一緒に回った方が、よりね、知れて楽しいと思うので。おー。いいですね。ちょっと一個ずつ、まずはお手洗いから見ていきましょう。でね、おばあちゃんの方はね、私に会釈してくれました。笑顔でありがとうございます。さっきあっち行かないで最初から本丸の方を来て、本丸だったっけ、こっち来てると多分こっちにたどり着いてて、
で、これにでもまた、あ、ホームページと音声ガイドがあります。で、また、入り口と同じ説明。まあ、バスのやつはですね、逃してる方が多いと思うんで、ぜひこちらでゆっくり見てください。ここら辺はお城が多いのか？ね。で、鎌倉戸ってなんかたくさんあるらしいですよ。ちょうど最近聞いた話ですけど、滝山街道もあるんですって。これも甲州街道です。甲州都です。だから今、ここになります。